第三次世界大戦一緒に終わるんじゃないですよ。何ヶ月か数年かかる。一旦中断。そして2回目の第三次世界大戦に入る。その時に人口は今は70億からガタンと減ってる。第1回目の第三次世界大戦中断。そしてこの中断の時に世界的独裁者が登場する。かつてヒトラーはドイツの独裁者でした。世界的独裁者が出てくる。ヒトラーを超えた人間です。世界を独裁的に治める。準備してるでしょう。イルミナティはロシア地下政府を滅ぼした後どうして統治しますか。コンピューターです。人間をコンピューターで、数字で。思いつかない？ああなら家に送ってきたじゃない、マイナンバーよ。これを日本人1億2500万人全部配る。安倍総理はそんなことはこれに逆らえないんです。今日本もはっきり言うて安倍総理はアメリカなんか大嫌いです。だけど従うスタイルを取ってらっしゃらないやん。そうでしたろ。もっと分かりやすい言うたら、日本と中国と韓国が地下政府を入れないだから、その3国が仲良くやったらこんな怖い国ないですよ。だから常に日本と韓国とアメリカが、日本が喧嘩するように作っとるわけです、彼らは。だから日本はもうお互い喧嘩するようなスタイルをしてますが、スタイルです、生き残るために。同じです。数字、マイナンバーを配らざるを得ません。逆らえません。だからあなたに番号が来たんです。番号じゃない、スーパーコンピューターがその番号を覚えてる。日本のスーパーコンピューターはどこにある？神戸です。アメリカのスーパーコンピューターよりも実績にはもっとすごいです。これが企業を作ってるんです。どういうことや。自動車を作るにも薬品を作るにも何でも今コンピューターがやってる。大企業の経営はコンピューターの知恵です。もうそんな人間の社長の知恵、会長の知恵なんてダメなんです。みんなコンピューターに頭を下げてる。悪魔に使われる人がおる。そう、人間は悪魔と同じようにコンピューターに使い出したんです。だから今日のテーマ、終わりの年は近いということが分かる。ご和算で願いましては、世界が神が浄化する時代が近づいてる。しばし休憩させてもらいますが、あの絵の具が新しく出ました。12月号、ここでロシア地下政府について詳しく言いました。あの表紙はモズです。モズ、これ書いたんですが、モズっていうのは100の下の下、口の中の下、100の下の鳥で書くでしょ。モズってひらがなで書いたら2つの文字やんか。モズ、漢字で書いたら3つや。不思議なこと、鳥やね。僕いつも思うんですけど、僕は山の中に住んでますから、このモズの声聞いて、モズなんでそんな名前言うたらね、ものすごいモノマネがうまいや。実は11月ずっとウグイスが鳴いてる、僕の家の周りに。本当にウグイスだと思いましたよ。今もってわからない、モズかもわからない。そうかと思ったらメジロの声になったり、いろんなねスズメの声になったりやりますね。モズ、皆さんも騙されたらあかんで、世の中はモズだらけやと思わなかん。モズ、ロシア地下政府について。それからニューワールドビュー、これは僕は2ヶ月に1回書いてます。絵の具は毎月ですが、これは2ヶ月に1回、ここで第三次世界大戦への序曲、プーチンのロシアが動いたということで、その第2はマイナンバー、その行方に何があるかということで、書いておきました。ニューワールドビュー、これ2ヶ月に1回ですね。それから、今後で後半で日本におる本当のユダヤの中枢部、日本の奥の院について話をしますが、その奥の院のいわば方々に送られた手紙っていうのがあるんです。2000年前にヤコブの手紙っていうのがあるんです。それを、及ばずながらちょっと解説いたしました。ユダヤ封印の書、封印って船井さん、ユダヤ封印の書、ヤコブからの手紙を解読、これほんのこの前講演しました。もしよろしければ、
砂漠の植物サボテン、そこに花が咲きますね。サボテンの花、そのバッグはサボテンの花だから、日本に来たユダヤ民族は生き残るために砂漠の中で生きていたようなもんや言うて、そういう写真にしてるわけです、これはシリーズでいきますが、第1回目のやつをこの前ヤコブの手紙をやりました。それからちょっと前、なぜアメリカは大凋落するのかということで、アメリカの凋落、つまりイルミナティに捨てられる。アメリカはオバマは何もしてません。そのことでちょっとメッセージして、日本の秩父、休憩してから、今日休憩してからお話しますが、日本の秩父は何かといったら、エタの問題です。差別の問題。なんでエタと言われる人たちが差別されるんや。これはもう大変な問題。日本の最大の秩父です。ユダヤ問題でね、日本のユダヤ問題。それを話しますが、それの、まあ、いわば、序曲をなぜアメリカは大凋落をするのかというメッセージの中で、日本の差別問題について取り上げました。みんな CD、DVD、ブルーレイ、みんなあります。もしよろしければ、僕自身が言うの変だけど、貴重な情報だと思いますので、ぜひ聞いてください。では、しばしの間、休憩させていただきます。ありがとうございます。失礼いたします。